はい、どうも、ゆっきーです。今回は、タバコの、紙巻きタバコじゃないや、間違えた。手巻きタバコの、ペーパー巻き紙動画。こちら、スモーキングの、マスターです。こちらは、ダブル。こちらはダブルなんですけど、まあ、シングルと何も変わんないですね。スモーキングのマスター。こちら、個人的には結構好きな、ね、ペーパーです。極薄。極薄の、ペーパー。もうかなり薄いですね。まあ、スローバーニングということで。値段が、100円ぐらいだよな。手巻き屋でちょっと見てみましょう。手巻き屋、手巻き屋と。スモーキングのマスター。値段が、これはダブルなんで、ダブルなんで200円だけど、シングルだと100円、60枚入りで、超極薄の0.028ミリ。0.028ミリって、あれ、0.028ミリ。燃焼速度遅め。味を損ねない超極薄ペーパーということで。これ、あれじゃない？コンドームよりか薄いんじゃねえの？あれ、コンドームって薄いやつってどんぐらいのやつだったっけ？コンドームって、薄いやつ、あれか。0.01ミリのやつあるの。0.02もあるな。0.01のやつもありますね。0.02もあります。なんだ、一応、コンドームよかは薄くないということですね。コンドームよかは薄くないと。いうことです。ピュアのスリムフィルター。で、こちらが、これなんだっけ？あれあれ。チェのシルバーですね、これ。チェのシルバー。チェのシルバはい。それじゃあ吸っていきましょう。特に、変な味がするとか、そういうのはないですね。まあ、これは別にね、特に問題ないでしょうね。まあ、値段的にも、問題ない。ね、60枚入りで100円ですから、まあ、コスパはいいでしょう。
これは文句ないでしょうね。もう、もう文句なくこれは5つ星、ご視聴ありがとうございました。